久保坂優斗です。僕はもともとジャニーズのタレントに憧れまして、この芸能界を目指したんですね。国立競技場に立つのが夢で、履歴書を100回も送ったんですけど、結局慣れることができなくて、で路頭に迷ってた時に、こう昔から好きだった戦争映画をこう見返した時に、あ、俳優さんっていいなってこう思いまして、常にリアリティのあるお芝居をしたいですね。人間は喜怒哀楽で、かつ日常生活ではいろんな刺激の中で生きているので、それを繊細に、自分の中で消化して、こう見てる観客の方に伝わるようにお芝居できたらなと思ってます。え、あの人が俺に？本当？いや、俺も実はさ、同じ気持ちなんだよね。お前絶対言うなよ。あの人には俺の口から言いたいんだ。冗談だろ。俺信じないよ。こんな時に立ちの悪い冗談言ってんじゃねえよ。まあ考えて言えよ。もう会えないの？自分の中で消化して、こう見てる観客の方に伝わるようにお芝居できたらなと思ってます。そして将来はいつか、ずっと先ですが、戦争映画で主演を務めることですね。